ハッシーです。日本名、イエイ。楽しんでますか？うん。面白がってますか？うん。もういよいよね、あの、大峠間近ですから、ね。その大峠を来る前、この平和なうちに、みんなで、ね、波動上げ、上げ。合言葉は、波動上げ、上げです。はい。2本目ね、もう1本ちょっと撮っておこうと思います。うん。それは、今最近とても嬉しいニュースがいっぱい入っててね。今、東京のお話し会は僕が主導で、ずっとやってるんですね。この幹事さんやったり、会場の手配やったりっていうことを、まあ、やらさせてもらってるんです。で、ただ僕一人ではなかなかできませんので、そのサポートしてくださっている、方がいるんですね。うん。で、実はこの女性が、僕が YouTube を始めたのが2年前の6月。で、2年前の6月で、まだ、視聴回数が、200人とか300人っていう時から見てくださっている方なんです。この方が今、ハッシーの公式チャンネルっていうのを作ってくださって、ずっと動画をね、上げてくださっていたんです。で、もう、やっとと言ったらいいのか、このタイミングでと言ったらいいのかわかんないんですが、このハッシーの公式チャンネルが、だんだんバズりはず、バズり始めました。やった、うん、もう、僕のお話の YouTube の視聴回数よりもです。このハッシー公式 LINE の方が今視聴回数が多くなってきました。はい。で、ちょっとね、実はこの方のことを少しお話実はしたいんです。で、すごい僕の人生と共通するところが実は多いんです。まず一つ目が同じ文京区なんです。ね、出身が。そして、文京区ってのは東京と文京区なんです。で、二つ目に、バリバリの創価学会員だったんです。私は男子部、ね。33歳まで、もうとにかく無我夢中で創価学会の学会活動をやってきました。うん。で、その、ボランティアの女性の方は、女子部、そして婦人部として、もう、つい最近まで、もう一生懸命、創価学会やれば幸せになれると言って、やってきたんです、うん。で、僕のチャンネルに出会って、どうもおかしいってことが分かって、創価学会を辞めた。辞めた後、僕の YouTube を見てくださるようになった。そして、先進というのに出会った。そして、一緒に、御霊磨きを実践、ね、するようになった。うん、だから、すごく、縁の深い方なんです。うん。ただ、その、なんていうのかな、お話し会で会っただけとかじゃなくて、その後も、セッションやったり、LINE の電話を通じて、いろんな、その心のケアやったり、そういったこともずっとやってきたんです。そして、ハッシー切り抜きチャンネルっていうチャンネルを作って、先進を下ろされた田原澄さんの本の朗読を YouTube で上げていただくようになって、約70本上げてもらったんです。70本。うん。そして、1ヶ月前にちょっといろいろと著作権の問題があって、その70本上げた YouTube を全部、削除したんです。もう本当に、本人にとってはいろんなことをやってきたのにね、全部、水の泡みたいになったんです。で、その後、今度僕と石井さんとの、お話の切り抜きを始めて、それが順当に来て、ここへ来て急にバズり始めたんです。うん。ね。それが本当にもう、諦めないでずっとコツコツやってきてよかったという感じです。うん。で、今は、東京は文京区っていうところでね、お話し会僕やってるんですが、ここの、サポート、うん、これからもしてくださることになって、もう大変ありがたいんです。もう感謝しかないんです。うん。でも、
こういったことがね、こうやってくださる人がこう、なんていうのかな、今はこの一人のこの女性の方を紹介したわけだけど、もう今ここ熊本にもいますけど、その熊本は熊本で本当ボランティアの方が全部サポートしてくれてるし、もうなんだろう、大阪、名古屋、関東、どこ行っても本当に影のせっこうなんていうのこう支えてくれる人が本当にいてね、幸せだ幸せ、本当にありがたいです。でちょうどね、去年の8月にお話し会をお盆からスタートした、そしてそのちょうど1年経った、で9月の4日だったかな、6日だったかな、ここで初めて連続お話し会がスタートしたんです。会社をね、休職して1ヶ月間だけお話し会やるって、言って始めたのが3ヶ月に伸び、それが6ヶ月に伸びた。で6ヶ月に伸びたということを会社に言ったら、クビになった11月10日でまあそんなね、面白いね、流れがあるんだけれど、でもなんかね、やってよかった、いろんな人がちょっとずつだけど、こう収益化もなんか切り抜きチャンネル、僕よりも全然先になりそうだし、時間はかかったけどね、時間はかかったけど、なんかこうね、三次元的にも、少し回ってくるようになった、そして高次元のこともやる、で魂が喜ぶことができてる、こういったことが今この具現化していることに、とてもなんかこう嬉しいです。で今回のこの文京区の幹事さんね、ハッシー切り抜きチャンネルをやってくださった方はもうバリバリの現役の中学校の先生をやってたんです。中学校の先生で、学校教育がおかしい、なんか現場が変だ、子供たちに本当のことを教育してないっていうことが分かってて、そして自責の念に駆られて、もうこんな嘘の教育はやってられないということで、教員を一旦休職してるんです。休職。そしてなんかアルバイト程度のことだけしかやってないんです。ね。だからサラリーも全然なくなっちゃった。だけど、それでも魂がやりたくないことはやめようと言って、今、その、学校の先生を辞めて、そして僕がこの寺小屋をやろうっていう話をしてる時に、私もぜひやりたいということを今言ってくださってます。だからなんかすごくいい、なんていうのかな、このいい意味のループって言ったらいいの、ウェーブに乗っかってるって言ったらいいの、なんかこういう感覚が今あって、なんか今僕とても嬉しいです。でこのタイミングで昨日のハッシー単独のお話し会もできましたし、そして今日は、先進のやっぱりルーツである立神宮、今日明日行くわけなんですけれど、すごいタイミングが僕の中ではタイミングがいいんです。なのでここをしっかりと宇宙とこう意識をこう合わせてね、自分が小宇宙、自分がハイヤーセルフだけど、創造主がいるっていうような、とにかく全てに感謝しながら、今日からまた再度、新たな気持ちでねスタートしていきます。だからぜひ皆さん、ハッシーの公式チャンネル、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。